タナイト先生の不動産大学賃貸不動産経営管理職プロパティマネジメントってどういう仕事ですか？へーん。ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、先日アセットマネジメントに関してですね、宅建ジョブエージェントさんとコラボ動画の方を撮らさせていただきまして、配信させていただきましたところですね、非常にわかりやすかったということでご好評いただきました。ありがとうございます。ここですね、非常に賃貸不動産経営管理士のですね、試験問題でもですね、具体的に聞いてくる場合がありますので、しっかりとですね、どういう仕事なのかということをイメージすることが大切です。ということでですね、調子に乗りまして、今回これをやります。こちらです。プロパティマネジメント、これがですね、どういう仕事なのか、ここをですね、また宅建ジョブエージェントさんとのコラボ動画でですね、配信をしたいと思います。私もですね、不動産業界に長くいますけれども、先日ご紹介させていただきましたアセットマネジメントの仕事よりもですね、このプロパティマネジメントの方が、私はこの仕事をしている方とですね、会うことの方が圧倒的に多いです。つまりですね、このプロパティマネジメントはですね、絶対に押さえておいた方がいいということです。ということでですね、もう試験も近いので、早速ですね、もう本題に行きたいと思います。コラボ動画ですね、こちらの方にリンクありますので、ぜひ行ってですね、見てきてください。宅建ジョブエージェントさんとのですね、コラボ動画の方はよりですね、実務に近い具体的な内容になっておりますので、非常にですね、イメージがしやすいと思います。賃貸不動産経営管理士試験も宅建よりもですね、すごく具体的にですね、お話をしてくるですね、選択肢が多いので、こういう風にですね、イメージを具体的に持っておくっていうことはとっても大切だと思います。ということでですね、早速いきたいと思います。プロパティマネジメントとはどういう仕事なのか、 PM ですね、略して PM でございます。早速見てきてください。ということで、いってらっしゃいませ。コメント欄の方にもですね、しっかりコメント残してきてください。ということで、いってらっしゃいませ。